そして川又を入れてきています。川又のスクリーンを使って川又にパスが通った。ナイスプレー。ノン、はい、これ狙っていいんじゃないですか。中野ワイドオープン、はい、ちょっとですね、ただいいシュートを放っていました。川村からハイローに来た。いいパスだ。素晴らしいパス。タンクショット、今度も決まりませんでした。そして富樫が抜け出しています。うわー、これも後ろを通して最後のシュートも決まりました。確認することができたんですが、このボールは富樫です。ビハインドバックやってもう一回アシストですね。前だったんですね。最後は後ろかと思いや、最後は前。そしてケビン・エドワーズ、そしてこの川村のスピード、そしてアウダのホットラインユーロステップからジャクソンのダンクショット。いいですね。リバウンドはマーティン残した。逆サイド、いいとこ、ね、ハミルトン今日2本目のスリー来ました。ハミルトン、ニフケイともシュートレンジの広いオールラウンダーなプレイヤーでもあります。ドブラスが中距離のシュートを沈めてきました。さあ、そしてバーレルインサイド強調、外を広げて渡辺龍のスリーは落ちました。こちら特別指定左利きのプレイヤーです。ここは走る形、秋田速攻完結。やっぱハードにディフェンスができないとダメだと思うんですよ、はい、おバカだ。さあ、そして早いトランジション、田島が運んで山口に、中がミスマッチになっている。タップシュートで決めました。田島選手、いいパス出しましたね。あの左手のフックパスですね、はい、よく見ていました。さあ、ここは通してトレイ・ジョーンズ、イージーバスケットです。見てますね、やっぱりよく見ていました。涙と行きました。いや、ドンリー選手もナイスケース。そしてインサイドで得点を重ね、アメタリがスターターで起用されています。ベンプスが中にいる。外、中、外と回りまして、最終的にはスリーポイントまでつなげたと今の方法でした。今度はニカがインサイド、こちらは得点となりました。ただそういったシュートが入ってくると相手のゲームプランも変更しなければいけなくなりますからね。そうですね。ザックスペース見ていました。ザックのラン、中山のパスも見事。すごい高いですよね、モータム選手。そうですね、引き続きゾーンですね、はい、さあ、ここはアウダー、インサイドはジャクソン、ここが強い。テンポは速くなります。川村、川村からオールケー、ジャクソンに渡る。いいですね。